三国志8、リメイク。突如三国志の時代に転移したものの賊に襲われ覚醒し病で暴力の世界に順応した我らが田中。山賊のボスである長炎を討伐することを誓い、討伐の味方となってくれる猛将を知識マウントで義兄弟に。しかし義兄弟になった翌月相談もなく勝手によそに就職。なんとかして義兄弟たちを山賊討伐の仲間に加えるぞー。んなわけで長炎は高尊さんのところに就職しちゃったよ。小山言った。みんな就職して僕だけ無職。一人だけスーツ着て一番働いてそうで無職とはこれいかに。よし田中よ、ならば義兄弟の縁故採用で甲虫のところで働かせてもらうのだ。縁故採用、甘美な響き。省に到着、社長の甲虫の家を訪ねるのだ。ごめんなさい。お願いできぬか。こんにちは。失敗したかと思ったらナイス収走。さあ縁故をうまくつなぐのです。話全然盛り上がりませんでした。義兄弟のメンツを軽く潰すダメ兄弟。ここはなんとか社長の甲虫と仲良くなりたいところ。田中よ、飲み会を開くのです。ノミニケーションで甲虫の心を開かせるのだ。考え方が昭和のサラリーマンだな。同僚の方たちも誘いますね。まあ大抵の人間は酒飲ませてうまい飯食わせや、大体満足すら。うちの自称軍師、考え方が雑。それは難しい。改めてくれ。って甲虫飲み会断ってんじゃねえか。甲虫に到達から逃げてきたところを保護してもらった恩のある巨星もお断りか。この二人は仲良くなるの難しそうだ。翌月も飲み会開催、あったまきたからあの二人は呼んでやらん。やめろよ、飲み会誘われないのって地味に傷つくんだぞ。盛り上がって巨匠のお兄さんとも仲良くなりました。これだけ会社の人たちと仲良くなったんだし、そろそろ甲虫からお声がかかってもいいはず。ごめんなさい。おい、お願いできぬか。未だ収束のご利用しがないとあってももらえず、話も全然盛り上がりません。小屋飲み会誘わなかったの根にも垂れてるな。では絶戦で有能さを示すのです。だが断る。文明の低い田中と話しても得られるものがないとな。絶戦始まる前に正論で言いまかされるの巻。刀剣が交流の支配する北海を占領し、交流が滅亡。田中がこの地に降り立ち1年7ヶ月、少しずつ情勢も変化してきたな。応援儀伝に美女連環の刑が追加された。これは歴史が大きく動く大事件だ。そういや半島宅連合は、って、条件揃わず時間切れになってるか。古老間の戦い発生せず、下流が生き残る世界になったようだ。で飲み会して翌月美女連環の刑を実行。ヒルドラ第1話開始。要約するとこのじいさん応援が呂布に嫁にどうだと美女挑戦を進め、その後に東卓に挑戦を目かけにどうだと二枚舌、呂布と東卓を仲違いさせる契約であります。呂布東卓挑戦の三角関係が今始まる。ヒルドラ第2話では密会する呂布と挑戦を東卓が見つけおこ。東卓は顔で隠して怒り、呂布を無視するようになった。ヒルドラ最終回第3話、学校力で東卓を亡くなり、選ぶ時に気づいてなかったけど、条件満たせば東卓の逆襲パターンもあった模様。演技伝行くか、これはこれで気になるな。まあ今回は普通に東卓を亡くなりからの、呂布効能で旗揚げ、李覚が東卓の後継者になりました。巨大勢力東卓が分裂して情勢が大きく変わった。その頃田中は、今月も飲み会やろうぜー。水郷先生にもらったお小遣いで酒を飲む日々。甲虫巨星以外の甲虫配下全員と仲良くなった模様。美女連環の刑の影響や他国も動き出し、少しずつ地図が変わってきたな。田中よ、世界の情勢は刻々と変化しているのだ。いつまでもくっちゃね生活してないで働きなさーい。もっとダラダラ暮らしたい。こらクソニート、一年発起して起用するぞ。放浪軍を結成だ。なせばなーる。いや突然そんなこと言われても。できたわ。さあ田中の旗の元に集え勇者たちよー。大巨匠も仕事辞めて手伝ってくれるってよ。そしてこの放浪軍結成でミラクル発生。うわ、甲虫配下巨星以外全員引き抜いてる。礼遇してくれた甲虫よ。出社したら社長と係長しかいない恐怖を味わうがいい。ひでえ。武将二人しかいないなら最大でも二部隊しか編成できぬ。このまま攻め滅ぼすのもありか。甲虫軍3万、田中軍8500、多分勝てんな。そもそも飲み会断られただけで戦争はちょっと。まあそうだよな。ならば当初の目標長炎討伐を目指すぞ。しかし放浪軍の移動は気に一度しかできぬ。移動をしつつ有能な在野を集めるのだー。リクルーター田中、頑張れよ。記載持ってる各先生もおる。田中じゃ門前払いかもな。まずは鎮急のいる牧羊へ向かいましょ。鎮急殿の元にいざ参らん。道を行く田中の前に、一人の賊が立ちはだかった。金を出せだと、絶戦でイクルメてやる。賊の知力は52、隠しただぜ。
田中 VS 族、はい。手族相手に負けてんじゃねえよ。田中の残金が100減った。今から会う陳旧はかなりの知恵者、族に負けるその知恵をフォローしてもらいましょ。人物としては早々敗下だったものの疑念を持ち、呂布を導き反乱を起こした英傑。では頭脳では叶いませんね、はい。ここは武力でマウントを取りましょう。おい。陳旧殿、一騎打ちで勝負です。って自信満々で挑んで、お前の方が武力好きじゃねえか。武力沢さん、これはいい勝負になりそう。一騎打ちのルールは絶戦と同じ。多く枚数を出す、あと合計の数字を大きくするのがコツ。陳旧は3枚ストレートいけるがこちらは1枚出しか。陳旧の出し惜しみの1枚出しを狙ったけどこれはダメか。でもこれでこっちも4枚ストレートになったぜ。ストレート出すか悩んだけどここは抑えて5、1枚出しだー。陳旧も2枚出しいけたが出し惜しみで3、1枚。このターンはいただきだ。陳旧は3が2枚。必殺を出されると負けるがここは3枚ストレートで。こちらが負ける枚数の手札出してくれれば逆に後半戦もやりやすくなる。いい見極めだ。むむ陳旧は1枚か。まあ着実にダメージ入ったのでよーし。陳旧の手札は1、2、3のストレートと、2が2枚と必殺残しか。ここは4を温存しよう。次のターンでもう1枚来る。これを耐えれば勝ちが見えるぞ。次のターンで陳旧が1、2、3、4を必殺のストレートじゃなければ勝てるな。おっと2で対抗してくると思ったら1できたか。よしラッキーヒットが入ったぜ。危ねえ、陳旧あと1枚5がつけてたらやばかった。一計田中、渾身の投げ払いで陳旧をぶっ飛ばせー。馬と人間を合わせた重量は約500キロ、その全てを重力に任せその体に叩き込む、相手は死ぬ。いや陳旧殿は仲間にするので手加減してますよ。でも顔面からぐしゃっと落下してたぞ、手加減下手すぎるぞお前。経験を得て田中の武力が1上がった。いい感じの接戦に陳旧も満足した模様、今です田中よ、陳旧を投用するのです。問題ございません。陳旧は、田中の敗下となりました。統率76、知力90、これは戦場でも活躍できる軍師ゲットだぜ。スキルもいっぱい持ってるこれは強い。さあこの調子でどんどん仲間増やしてくよう。そして季節は移ろい。呂布が長安を占領しました。長長が樹春を占領しました。鍵が深夜を占領しました。甲虫が勝敗を占領しました。長路が武藤を占領しました。有料が紅葉を占領しました。馬頭が天水を占領しました。有縁が甲州を占領しました。有縁が長路の支配する漢中を占領しました。感染は長縁の支配する新陽を占領できませんでした。ボツとオタクでみんな枷から解き放たれて、やりたい放題の時代に変化したようだね。甲虫に至っては武将二人しかいないのに領地拡張しやがって、ワンオペで国運営とか豪気がすぎるぜ。ワンオペ相手なら勝てそうだけど長縁討伐したいし、残りの義兄弟長運ともなんとか再会したいところ。では刀剣の治めるお隣可否に引っ越しだー。皆の者。む、止まれ何者だ。倒してちょんまげ。刀剣様に確認したところ兵を半分渡すよう仰せである。なんと横兵な。今は長運との再会が優先、兵士くらいくれてやりましょ。すみません派遣社員の皆さん、今日から勤務地変更です。田中も田中で横兵であった。で引っ越し祝いでみんなをねぎらってから、次の表情まで在野投与を。田中の一発芸で宴会は大いに盛り上がった。陳旧さん下ネタで爆笑してました。こらこら。引っ越してご近所さんだった気象部本を、グーパンチで殴ってから投与。グホンが田中の配下になりました。政治知力ともに85へ、そこそこ有能だな。グホンは戦法の治療で味方の兵を回復できるし、きっと戦場でも活躍してくれるよ。お次は露光に賞金がいたのでこちらも投与。賞金が田中の配下になりました。三国志演技では有用の部下の陳王を弓でスナイプした、特技の急所レベル3の猛者。続いて政治はこの人にお任せ、陳文さん。陳文が田中の配下になりました。旧品肝腎法を作った政治の重鎮。確か技能に治療もあるいい感じの気象。そして季節は移ろい。長長が露光を占領しました。長長が末陽を占領しました。有料は鍵の支配する深夜を占領できませんでした。有料が永安を占領しました。有料が西宗を占領しました。馬頭は呂布の支配する長安を占領できませんでした。有縁が永昌を占領しました。有縁は長路の支配する武藤を占領できませんでした。三国志演義では長路に攻められて優美に泣きついてた有縁。この世界では好戦的、空白地を吸収して巨大勢力ができてきたな。ああ、この初代上昇の損傷、東洋が推奨になってる。魅力63の田中で口説き落とせるか？いざとなったらバットで叩いて担いできます。おい、熱意が通じたのか損傷の東洋に成功。放浪軍に上昇ゲット。では放浪軍の移動を開始する。次は劉備の治める奇襲に進むぞ。む、止まれ何者だ。劉備様に確認したところお許しが出ました。お通りください。さす劉、仁君というだけあって無償で通してくれたぜ。
さて次のザイヤ投票は誰にしようかな。ああ見た目が強そうで私好みの応用がいる。動けるデブか強そうだ。残念、門前払い食らいました。しぇ、しゃあない次次。両層が田中の配下になりました。こちらは三国無双にも出てくる両党のお父さん。統率74の武力80、なかなかの猛将だぜ。お次は不人気キャラクターの毛達。毛達が田中の配下になりました。能力平均値が高くて使いっ走りに持ってこい。優勝を裏切り職に優美を招き入れたくせに裏切って義に亡命。でも北伐が始まると再度職に戻ろうとして失敗するけど、こいつは要所に使いたくねえな。そして季節は移ろい。師匠が慶応を占領しました。長長が波陽を占領しました。長長が豪を占領しました。馬頭は呂布の支配する長安を占領できませんでした。有料は鍵の支配する長安を占領できませんでした。有料が調査を占領しました。有料が武陽を占領しました。有縁が雲南を占領しました。有縁が県内を占領しました。有縁が上陽を占領しました。有縁一月で三都市。感染は長縁の支配する新陽を占領できませんでした。一気に空白地が埋まった。我らは自由気ままな放浪軍、長雲と合流目指して旅を続けるぞ。むう、止まれ何者だ。入場させて。炎章様に確認したところ兵を半分渡すよう仰せである。せっかく1万まで兵が増えてたのにこれは残念。来期まで待ってもいいけどまあしゃあなし。何はともあれ南皮に入場。南皮に着くとなぜか長雲がお出迎え。電柱ちょうどよかった。お前に紹介したいものがいるのだ。長雲に電子の一族と思われてるのか電界を紹介されるの巻。いや僕田中。し、このまま電子ってことにしましょ。おい。そろそろ長雲とも合流できるかな。ではザイヤ投票ラストスパート。こいつは私も知ってるぞ。三国無双に出てくる集大だ。ようやく集大殿の住む国に着いたな。貴様のような怪しい格好の者は倒産。私のスーツを侮辱するとは許さんぞ。田中 VS 武漢絶戦。はい、はい、田中の負け。負けるならせめて文官にしてくれよ。相手は武漢だぞ。恥ずかしい。仕方なく他へ行き遺跡の投票を試みるも失敗。そのまま同じ年にいた旅券を訪問。旅券が田中の配下になりました。おそこにいるのは電柱殿か。多勢力の電界、なぜか共鳴する田中の図。で翌月集大を訪ねたものの、ごめんなさい、武名が足りず門前払い。うおーらー。先月舐め腐った態度を取った遺跡を闇討ち。こらこら、ただの稽古でやりすぎだぞ。そんなんだから集大やってくれねえんだよ。本当はこのまま再度投票を試みるつもりが行動力不足で断念。遺跡殴られ損である。そしてさらに翌月遺跡を訪ね投票に成功。これがこの世界で三個の霊と呼ばれることとなった。暴力で分からせの三個の霊、なんか嫌だな。そして季節は移ろい。師匠が霊領を占領しました。師匠が会計を占領しました。馬頭は呂布の支配する長安を占領できませんでした。空白地が埋まって少し情勢が安定。さあて、人材登用誰かいないかなぁ。って長雲がおるやないかーい。これは嬉しい誤算。さす損傷、交渉レベルには伊達じゃない。まあ義兄弟だし田中が言ってもいけたかもな。よし義兄弟3人集結完了。ついに天位の時に絡んできた黒山賊どもに引導を渡す時が来た。けじめの時間だぁ。落ち着きたまえ田中。長縁の住む信用は南紀から攻めれない。今から移動して来期に攻めるのです。戦いは来月だ。バットの手入れを怠るなよ。おお。では長縁討伐の目処が立ったところで仲間になった武将を見つつ今回はここまで。面白かったと思っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。更新がちょこっと早くなります。縁故採用を狙い失敗したものの放浪軍を立ち上げ無事義兄弟と再会を果たした田中。果たして宿敵黒山賊の長縁討伐は成功するのか。気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。